前田氏です。今日はですね、ニゴさんの着用スニーカーを見ていきたいと思います。参戦ですね、はい、あの前回藤原宏さんのスニーカーの投稿をさせてもらったんですよ、はい、今まで藤原宏さんが履いてきたスニーカーを動画で語るっていうの、はい、結構回ってんな、あれがめっちゃ回りましたね。2日で1万回回ったから初速出たら一番早かったんじゃないですか、うん、今までの俺たちが何本出してるの、今まで100何十本出してる中で一番早かったから、はい、まあ、ちょっとそれにあやかって、ね、今回ニゴさんのバージョンやろうかなということなんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、ニゴさんの着用スニーカーですね、はい、見ていきましょうか、はい、まず1つ目です。アディダスのアディマティック×ヒューマンメイドになっております。2022年に、はい、待望の復刻を遂げたアディマティックなんですけれども、はい、90年代の伝説的な一足と呼び声の高いものになっております、はい、それがアディマティックですね、まあ、知る人ぞ知る的な一足やったんですけれども、まあ、やっぱりね、こう独特なデザインとボリュームのあるフォルムがですね、今のご時世にすごい受けたんじゃないかなと。ですよね、まあ、今っぽいよな。っぽいですね、うん、パリで行われた建造のショーでも履かれておりました、はい、でその時に履いてた未発表モデルに関しては後にヒューマンメイドコラボとしてリリースされたんで、まあ自分が着用してこうリークさせて話題作りしてた、はい、トラビスみたいなやり方で、ね、はい、次です。次がアディダスカントリー×ヒューマンメイドとなっております。まあやっぱりアディダスが好きなんですかね、ニゴさんは。うん、アディダスといえばさ、あれニゴさんが一緒にやってるファレル・ウィリアムスか、はいはいはい、もうアディダスから出したりとかしてるから、ね、なんかこうアディダスに何かこうあるんでしょう、ね、あるんかな、はい。まあ、カントリー自体はですね、スーパースターだったり、あとキャンパスと並んでこうアディダスの代表作の立ち位置にある一足なんじゃないかなというところです、うんうん。まあ、OG と比べると、まあ、全体的に少し角張ったようなフォルムになっております、はい。で、ヒューマンメイドとのコラボ作は3ストライプに文字が入っておりまして、はい、まあ、ソールもちょっとデコボコというか、うん、まあ、こんな感じに、はい、なっております、はい。やっぱりこうこの辺にもニゴさんの色あせないスタイルが出てるかなというところですね。まあ、これ見てさ、あ、めっちゃええなって思って買う人とかも、はい、ですよね。まあ、普通のカントリーの方がかっこいいんでね、うん、だからちょっとなんかデザインがまあ良くも悪くも古っぽい感じがするんで、組み合わせがあるかもしれないですけど、普通にかっこいいと思います、うん。今っぽいのでいくならこのヒューマンメイドコラボがいいんじゃないかな。はい、はい、次です。次スニーカーではないんですけども、はい、ジョージコックスになっております。出た、うん。まあ、これも昔から履いてるイメージ、まあ、ニゴさんといえばジョージコックスと言っても過言じゃないぐらい、なんか俺は割とジョージコックスの印象がある、うん、確かに外せない一足ではありますよね。うん、まあ、これも実際パリで履いておりました、はい。で、アイノー2号リリースの際にロッキーとリルージに会ってた時も履かれてました。履いてましたね、うん、めっちゃ履いてますね。めっちゃ履いてますね、うん。で、このジョージコックスを着用する時のニゴさんのスタイルとしては割とデニムを着用されてると多いイメージですね、うん、いう印象ですね。で、まあアメカジ色もあるニゴさんなんで、まあ、レッドウィングじゃなくてジョージコックスなんやっていう感じではありますね。特に雄大はそう感じたと。レッドウィングなんやと思って見てたら、うん、あ、ジョージコックスやと思って、うん、うん。まあ、実際デニムとの着こなしに関しては抜群に逃げてますよね。かっこいいっすね、うん。まあ、あんまりこう他のストリートファッションを牽引してる人では見かけないようなシューズチョイスですねじゃないかなというところでありますね。はい、ということで今日はニゴさんの着用スニーカーを3つご紹介させていただいたんですけども、まあ、ニゴさんもなんかやっぱジョージコックスのイメージかな俺は。僕なんかまあナイキ履いてないイメージはやっぱちょっとある。あ、そうやな、確かに。でもベイプスターやっぱ履いてる時あったじゃないですか。ああ、そうやな。あとはまあアディダスとかの印象がめちゃくちゃ強いんで、うん、って感じっすよね。まあベイプスターに関しては完全にさ、ナイキをまあそう、ね、サンプリングしてるものになってるやんか。でもどんだけ調べてもあんまナイキとかジョーダンとか履いてるところは出てこなかったんで、うん、確かにアディダス色はすごい強いな。スニーカーとなったらアディダス履いてるイメージではあるかも、確かに。まあ、こんな感じで、前回藤原宏さんで、はい、今回ニゴさん、はい、ピックアップさせていただきましたけども、他こういう人なんかピックアップしてっていう人がいれば、うん、ぜひコメント欄までいただきたいですよね。頑張ってディグります、うん、頑張ってディグりますんでまあ実際俺たちもさ、ディグ出たら面白いやん。あ、こういうの履いてはんのかっていうところも、うん、まあ、やっぱ俺たちが見る着眼点とかってさ、あくまで YouTube 受けするかどうかとか、うん、TikTok 受けするかどうかっていう着眼点で見るから、ニゴさんだったり藤原宏さんだったりするからさ、なんか皆さんの思うこの人ちょっとディグってほしいっていうのがあればコメント欄までぜひお寄せください。お願いします。はい、じゃあ今日も商品紹介いきましょうか。よっしゃ。今日着用してるやつなんですけども、はい、グレイルズのパーカーになっております。はい、お待たせしました。
もう YouTube 見てる段階からあ、ハッシーさんのパーカーどこなんやろうっていうふうに思って見てる人もいたかもしれないですけれども、はい、こちらグレイルズの最新作になっております。はい、まあ、グレイルズ、まあ、簡単に説明させていただくと韓国のストリートブランドになっておりまして、はい、デザイナーさんがまあ、すごいバレンシアガが好きでね、うんうん、めちゃめちゃおしゃれなのよ、うん、で割と海外の著名人だったりアーティストとの関わりも深い、親交も深いデザイナーさんが全部ゼロから作られてて、出ますよこのパーカーに関しては。パーカーパンツもなのよ今日は、はい、パンツもこれグレイルズの新作なんやけど、もう俺これ両方とも購入して着用してるんですが、パーカーなめちゃくちゃいい、おーめちゃくちゃいい、これ税込みで29,800円なんやけど、はい、俺これな3万後半とか5万でも全然出せる、そんなにや、うん、正直、どこぞのメゾンブランドのフーディーなんよりほんまにほんまにええなって思う。どこのブランドやろ、うん、マジでいい。スリーブ自体はこれラグランスリーブっていうパーカーにはなかなか持ってこないディテールを持ってきてるから、なんか俺最初来た時に肩周りなんかめっちゃ着やすいなと思った。めっちゃ緩いさ、よう見たらラグランスリーブやわと、うん、で、アームホールめっちゃ太い、まあ、アームホールっていう概念じゃない概念じゃないラグランスリーブやからなんかもうすごいでかくて、うん、着やすいね、ほんまに。まあ、今の形っていうか今の現代にフィットしてるシルエットなんじゃないですかね、うん、めちゃめちゃフィットしてるシルエット感、ね、で、着丈はまあそれ短くはないけど、まあ、割とボックスシルエット映ってるかな、これ全部映ってます、映ってます、映ってますか、はい、で、ボディに関してはちょっとこうストーンウォッシュをかけてるのよ、はい、だからもう最初からヴィンテージ感のあるもので、はい、で、ここに刺繍が入ってるのと、あとこれシルクスクリーンプリントをひび割りさせてるんですよ、はい、クラックプリントってやつなんですけど、で、背面にも入ってると。入ってます。これでこの値段で出せるっていうのは感動。感動。俺ほんまに自分で昨日買ってさ、はい、家持って帰って、はい、にらめっこしててん、このパーカーと、はい、これどうやってこの価格で出してんねやろ。確実にオリジナルボディですもんね。うん、確実にオリジナルパターンで、うん、オリジナルパターンでオリジナルボディで刺繍入れて、フロントバックにプリント入れて、ウォッシュかけて、ウォッシュかけて、どうやってんのって感じ。いや結構グレイルズのほんまクオリティと値段に関しては謎が多いスイーツ、うん、ほんまにこれめちゃめちゃおすすめです。で、まあパンツに関してはこれもカーゴパンツでグレイルズのやつなんですよね、はい、でカーゴポケットがありとあらゆるところについてると、はい、でウエストに関してはこれアジャスターで調節できるから、はい、ほんまに自分のウエストにフィットさせる形で、調節していただけると。で裾溜めて履くにしてもこれ裾にもねこれドローコードついてんのよ。ドローコードついてるから自分の好きな感じで調節してもらえれば、素材的にさ割と年中履けんねんけど、ね、春夏にサンダルで履きたいなって時はドローコード縛ればいいし、めっちゃええよ、まあ、スニーカーでも合わせるなら割とボリューミーなやつの方がいいかもしれないです、ね、うん、靴に関してはボリューム感ある方がいい、まあ、全体的にないけど膝下から特に、裾口にかけてボリューム感があるから、あんまりこうバンスとかコンバースとかじゃない方がいい、うん、結構ボリュームのあるスニーカーの方がいいかな、はい、ブーツだったりとか、はい、では足見てください、はい、まあ、そろそろ荒れちゃいますか。商品紹介も馴染んできたんじゃないですか。だいぶね忘れずにちゃんと毎回、うん、できるようになってきた。で商品紹介興味ない人は動画の途中で聞いてもらったらいいねんけどこんな感じで紹介商品紹介を引き続きしていきますんで、はいはい、今後ともチェックの方よろしくお願いします。お願いします。ということで今日の動画ありますんでまた次回の動画でしましょう。チャンネル登録といいねお願いします。